カット散歩始まりました。今回のカット散歩はですね、北海道札幌市のテイネクやってきたとおります。はい、テイネ、手で、イナでテイネって呼んで、丁寧に、撮影していきたいなと、思いますけど、クシリーズがね、始まりましたね。早速行きましょう。レッツゴー。これね、前田森林公園っていうね、地元の人が結構ね、来られてる公園だと思うんですけど、小倉並木とかあったりとか、あと北海道公園は白樺の木、かなりいっぱい生えてますけど、ね、風呂があって、地元の木を、ね、よく見ながら、散歩できるという、ランニングしてる人結構いましたね。どうやらここはね、オリンピックがあったときに、選手村みたいな、選手がこう泊まる、まあ、宿としてね、使ってたんじゃないかなと思いますけど、今は使われてないんですけど、ここであったんですね、ジャンプとかあれですよね、あんまり僕詳しくないんですけど、スキーのね、競技が行われたらしいです。はい、はい、ここね、手稲神社ですね、手稲区なんで、手稲神社、これが代表的な神社ですね。電光掲示板じゃないです。この掲示板がデジタルですね。画面で今時ですね。すごい最新の神社っぽいですけど、行きましょうか。すごいカラスに威嚇されてますけど。すごいな。瀬野民神っていうのがあるらしいですね。これがなんかちょっとここの手稲神社の見どころらしいです。170なんですけどね、背伸び石で測ると180ぐらいあるんですよ。背が伸びる石なんですかね、背伸び石。はい、ということで手稲区散歩させていただきました。なんか手稲神社の背伸び石ね、背が伸びるっていうよりは多分背が伸びるように子どもの成長を願ってみたいな感じで見られたんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ手稲区結構でかいですね。駐輪場がでかいから自転車よく使うんでしょうね。ということで、ありがとうございました。